エイデックは字幕放送を応援しています。どうもこんにちは。ということで今日はね、この間作った外部キッチンをちょっと機能を説明したいやんか。だからちょっとやっていきます、ね、でまず最初にまあこんな感じでコンパクトになってて、これ見てほしいな。ここに、ね、棚とかな色入ってんのよ。あの鍋とかこういうの全部入ってて、で僕今回ちょっと考えたのが、扉があるから水のタンクって見えひんと思うのよ。ケチケチ使ったりで、僕これ考えた。これまな板やね。まな板、まな板を扉があるでしょ。こういうで取り出し方は簡単で、もうそのままこう取れるので、ここに包丁類、鍋のちょっとでかいテーブル、で包丁セット、でこれを、まあ、こうやってやってもいいんだけど、これやったら移動中落ちるぐらいだから、これをこういうふうにして、すげえ、うん、ほんで気になるのがこれの重さやと思うんやんか。これ実はめっちゃ軽い、めっちゃ軽い。これあの後でさっちゃん持ったらいいけど、めっちゃ軽いね。ほんでやっていきたい。次これをね、でこれ、でもこれってほらバタバタやんか、だからこいつを使う。ここに刺すね。ほんでこう持ってきて、ここでフックしたらこれで動かない。ここでは調理しないから、だからカーペット敷いてるやんか。で使う前にこいつを刺して排水する。でこのモーターも使う直前にあのタンクに入れて使う。でこれがかわいいやろ。ちなみにこれほら、これ水流せんの。これは必要やん、車検の時がいるの。車検の時に水が溜めれる構造じゃないと車検通らないから、これをこうして水を流せるんです。で次これ、これよ、いくで。これはで、まだあんねん。ジュラで出てきたな。うん。これ。ここにな、囲いが欲しいじゃん。やっぱ火が豪語なるから。だから一般コンロ用の、この立てるやつをできるように、ここをこういうふうにして。これで、パチンと挟んだら、ここのコンロの仕切りができる。で、素晴らしい。で、このままやったら、調理できへん。っていうのは、これ、ほら、ブヨンブヨンやん。ブヨンブヨンやん。これでは、調理でけ。野菜切られ。だから、こいつを使う。こいつを、刺す。で、ここのフック使ってんねんけど、ここ、これやん。ここにかける。うん。で、これ、こうやってた。ちょっと忘れた。これちょっとまあ、あ、これ。これでガチガチ。で、こう。で、次ここね。これ。これ何のやつかというと、実は、これを合わせて、引いたときに、
ガスがもう出ちゃうわけよ。これひっくり返るとまずいよ。だからここをロックしたらこいつがもうコンロ自体が全く動かなくなる、うん、でこれでこういうの、これで動かへんから安全で、これで解除したらまあ一応固定はしてるけど安心できる。これでこれ下になってると絶対にエレベーター降りないようになってんね。このままでは降りひんようになってるから、これってこういう感じね。で次はじゃあ重たい鍋をしたらどうなるのって、こんなに水入れたらさめっちゃ重たいやん、ね、これ勝手に落ちるんちゃうかって。これこのままやったら絶対落ちひん、降りひんようになってる。こうやってだからこれだけで閉まるようにするとこいつ自体が落ちてしまうから、絶対にこれでは閉まらんようにしてる。これだけではこれだけでは閉まらんようにしてる。で次格納ね、格納時はこれを取ってこのままこう持ってきて、ほらいかへん、このままやったら絶対下がらへんの。違うの、どうするかといったらこれを今度は押すで、ここも引っかかってるから、こんな感じで、すげえ、すげえ。でね、ちなみにこれ言っとこうかなと思って、あのほら今までさ YouTube で物作って、まあ別に怒ってはないねんけど、全然怒ってないで、だけどまあ僕が作った、実際僕が考えたアイディアっていうのが YouTube 出てて、それをまあ自分で考えましたって言って、まあ丸っぽそのまま動画にちょっとされてた人がいてて、でそういうのを防ぐためにやっぱりあの実用新案っていうのをね一応これ取ろうと思ってて、いわゆるちっちゃい特許みたいな、あの実用新案、特許とまた違うんだけど、これをこの機能で取りたいなと思って、外部シンクっていうもので、ね、だから、まあ、それすることによってね、まああのいろんな人が YouTube って無法地帯やん結構、だからそういうのを防ぐためにもそういうの大事かなと思いました。なのでその取ったからって言って絶対使うなよとかそんなことは言わへんけど、一応知的財産守るためにこういうのは必要かなと思います。まあこのアイディア自体はあの X キャビンのオート、エフェクト明治さんのあのものにちょっと似てんねんけど、エフェクト明治さんはこれ見て、これがガチャってなった時にここにシンクがつく、こうやって真ん中を調理台にしちゃうのね。だからコンロシンクって言うんですね。だあのやり方とは絶対にパクってはないんで、まあ一応今回エフェクト明治の山中さんにあのお電話して、こういうの作りたいんですけどって言って、一応やっていいですよってやってくださいっていうことでこの形になりました。だからまああとこのフレーム、アルミフレームやねんけど、ここまで作ってんけど、こっちの面を下にしたらベッドマット、これこっちの面を下にしたらベッドマット、あのベッド板、ベッドベースになりますっていうのは、ここに足があるから、で下が開放されてるのがこのコンロの立ち方、ここに水タンク、水タンクを入れていくの、あの水タンクをね、うん、ああいうふうに水タンクをこうやって置いていく。で排水はその時はまあここに置いて、ボックス型にして固まるやつをねこう置いて、水タンク排水って感じね。だから実質の容量で言ったら、ちょっと待っといてや、
実際はこのコンテナ、このコンテナが2つ分この中に入ってんねん。これ2つ分ここに入ってんねん。こういう感じ、2つ分がこの中に入ってて、で今度は3つ目に入っとったよ。だから実質そんなに容量は変わってない。この分がこっち行っただけやから。一応これ考えててんけど、ここちょっと入らへんかったんやんか。失敗して入らへんかったんや。ほんまこれが入る予定やったんや。てか入らんかったから、これは仕方ない。まあそんな感じでやりました。まああと車内積んで、あのキャンプもできるって感じです。っていうような感じの動画でした。ありがとうございます。エイベックは字幕放送を応援しています。